キリ危ないビデオ。はい、その通りでございましてね、おにゃんこたちも一体誰のどんなビデオが出てくるか全然見当がつかないという運びになっておりますけどね、はい、そういう危ないビデオをこれから生放送で初公開していきますのでご期待ください。はい、そのね、うん、あのビデオ放送、あの公開されてしまうとですねもうおにゃんこ生命がなくなってしまうかもしれないというすごいやつです。さあ、それではまずはこんなのです。どうぞ。出ました。出ました。お父さん、特捜最前線、もうブラックホールの転落死事件より。もうなんかもね、初恋の人に振られた時はさ一週間寝込んじゃったもん。あの頃は新庄さんに少しでも休まれて、火星人みたいな顔してますよ。ちめちゃくちゃ言ってますよ、太郎さん。うつみ、これはすごい。なんだお前あの顔は。うつみちゃん、自分ちビデオあるんでしょ。あれある。あ、そうでしょ。あるんだよね。さあ、続いて危ないビデオ、はい、こんなのです。行ってみましょう。あら、あら、まだかな。おい、おい、出た。また恋愛だ。うつみ、もう本当に何をするのですか。あなたたちは誰ですか。うわ、なんですかこれは。これは憲法使いですね。ね、憲法を使ってます。すごい。なんでしょうこれは。なんでしょうこれ、危ないです。危ない。本当に危ない。鶴ですねこれは。これは中国憲法パク。鶴の。これはすごい。うつめ。うや。いや。お。お。素晴らしい。素晴らしいですね。いや、あの時期は何、うつみちゃんは塩見恵子さん目指してたわけだ。お前、ね、蹴り入れてるわに足が全然上がってねえぞ。鶴が得意したんですよ。あ、鶴が得意したんだ。鶴の舞やってるわにはお前ほとんどてんてこ舞やってるみたいだぜ。はい、そういうわけでございましてね、はい、以上おにゃんこドッキリのコーナーでございましたですけどね、はい、それではここでね、城之内早苗ちゃんの曲をね、あ、違いますか、まだですね、まだですね、まだですね、もう一個ありますね、もう一個ありますね、はい、段取りを間違えてしまいましたですけどね、もう一個危ないビデオこちら、どうぞどうぞ。失礼しました。というわけで、早速ですね、おにゃんクラブもうかなりみんな知ってると思いますけど、はい、4番に行ったり、あーね、6番キアラーキ、うん、1、2、3はどこに行ったのか、まずないのはここです。あの、やめさせられた。そうです。まず行ったりボンドガールです。次って6番。とにかくババアが1人いるって言ったらキアラのことでした。ちなみに足のサイズは27です。続いて国庁さん入り、はい、広島です。とにかくですね、性格がきついです。そうですね、もうはっきり言ってですね、この気の強さ1本で頑張ってます。名古屋、この狙いが嫌です。嫌です。舌を出して、あ、私は可愛いでよってとこ見せてるとか嫌です。思わずデコピン。おい。続いて11番。普段、はい、ボンドガールです、これまた。ボンドガール2本。で、最近こう歌を歌う時ですね、普通こういう風に歌いますけども、はい、福永の場合はですね、リズムがずれるんで、こういう風に歌ってます。最低はね、シーアトイグ。ミシー。とにかくですね、最近は私ね、このブツブツだけじゃないんです。この背中のこの辺にもシミ、うわシミもね、この辺がね、ハルミはですね、私が一押ししてるんです。うつみをソロで出す金があれば、私ハルミで倍金かけてもいいと思います。一押しですね。これはっきり言って、私ですね、声が出る。あ、そっちが行きますか。はい、ですね、500くらいの身の回りの世話をですね、深田元子というです、元オールナイトやってるんです。こいつが、うん、まさかちゃんとアイロンかけてるって言ってもうこれ最近いい気になってます。これです。危ない、危ない、こっちだ。コマーシャル出てますからね、こいつは。それのギャラはどうなってるのかちょっと不思議です。さあ、続いて高い田辺選手、一押しです。後ろ穴刺され指、危ない、危ない、手にうんこがついていた。なかなかいい歌でしたね。城之内、うん、城之内、城之内はですね、演歌歌手、元演歌、違います、今演歌歌手だ。あ、今演歌歌手だ。永田瑠璃子、得意のポーズがこういう風にやってですね、あ、どうしたのかなと思ったらですね、とりあえずほっぺたが大きいんで、それをこういう風に押さえて、私は骨格が小さいのよっていうのを見せる。ゆいゆいは可愛いです。これ事務所はどこですか。事務所はまだ決まってないと思いますけども、はい、うちで押さえてもいいです。ゆいゆい、白石孫、はい、孫もですね、可愛いんです。はい、あのですね、犬が生まれた高さんに今度売ってあげるねと言ってですね売ってあげるねで私はこけましたけども。えらい、これがすごい。タダレージ、タダレージ、これがえらいです。続いて普通に非常、あの普通こっからですね、もう私たち誰が
誰だか分かんなくなったんで、でも諦めみなよ、はい、この子はですね、なんとバーニーグーさん、バー、とりあえずいい声、いい、続いてはこちら、ダンス、ダンス、あの、葛西さんが私に怒りました高橋てめえ、ふざけたの入れるんじゃねえよさあ、今後、はい、とりあえずですね、あの、非常にですね、宇宙人的感覚があるんです。さあ、続いて弓子マミちゃん、岡本の高子ちゃん、はい、かわいいです本当にいい子です。長い間、本当にありがとうさあ、で、マリナ、うちが抑えようと思ったのにですね、どっか多分抑えちゃったでしょうね。まあ、とりあえずですね、オニアクラブはこのような形でですね、あれしますけど、とりあえずですね、この VTR 見て何言ってんの石橋の野郎とかね、すぐ思うんですこいつが。まあとりあえずですねでもみんないい子です。最高です。では、ありがとうございました。はい、以上危ないビデオでございました、はい、それでは城之内早苗ちゃんの曲でございます、紫陽花。